生物紡績図と銅反比図を解説します。この銅はこの生物ということです。生物反比図です。決して難しい図ではありませんが、ちょっとわからないところもあります。これはもうこの線の、これは白線黒線ですよね。二重線ではないと思います。白線黒線、それで小質でまず分けている、それから天地で分けている。ここから上が天、下が地です。で、天気、天陽地陰、地気、地陽地陰と分けています。ですから、小質と天地で分けている。それで、小というのは上に昇ったものですよね。ですから太陽とか天球もそうです。青空とか雲とかもそうです。水に比べれば上に上がっている、そういうものを小と言います。だから H2O を失うほど上に上がっていくんですよね。H2O を含むほど下に下がっていきます。それで、日、これは太陽です。火、これは多分燃える火のことではなくて、熱収支の熱い方だと思います。これが小にして地のようなるものだから地球に近づいてきてますよね。小にして天のようなるものだから天空に上がっている、これが日、太陽です。で、経緯は太陽の光の範囲、光熱圏を経緯と言います。現代的に言えば太陽風と太陽を分けているんですよね。で、これは近いからこの白線で結んでいる。で、天気、こう回りましょう。天気、経、太陽風とその逆、反対のものは太陽風が及ばない範囲、影、宇宙の暗霊圏のことを影と言います。日影図で言いますと、これはもう日影図がですね、非常に分かりやすいんですけど、まさにこれですよね。日、経、暗です。非常にはっきりしています。で、こう戻っていきます。ここですね。で、月、これは月ですね。天の陰なるもの、月と影、月の見えないところっていうか暗いところ影ですよね。月影、光ってるところがこの反射した太陽の光ですからね。で、これを質というふうに、天空にある質は月であると梅園先生考えたんですね。そのように配置したわけです。で、水が熱収支の温度の低い方だから、これは水ですよね。で、大気 の温度の熱いところですね。だから水が循環してますのでね、実態としてこれっていうのはちょっと言いづらいんですよね。これ気象学とか熱収支に詳しい方に聞いてみてください。水火と月、日月がこう並んでるのが非常に面白い。この月を天空に浮かぶ水とこう捉えるんですよ。そう書いてあるところがありましてね、これは非常に興味深い考え方です。で、地の気と地の陰なども、これ湿は湿度の湿の旧字ですね。政治です、湿。地陽地気、これがそうですから、乾燥した空気のこと、大気のことですね。湿は小札のこれです。こういくと、こちらの方でしょうね。ろうとかね、梅雨だとか、この霜、
から雪、雨、こういうものですね。こういうものをまあ質と言ったんですね。空気中の、あの H2O が、そんなそういう姿になりますよね。そのことを言っている。でそうとなるともうあの砂漠のように乾ききったのもそうですし、大気もそうであるということですだろうと思います。でこれが地のようなるものである。両方とも木ですよね。でここには物がないんですよね。それが面白いところです。でこれが半半半半となっているはずです。でこっちは比喩ですね。比喩には半偶比喩とあります。代表的に半偶比喩とあります。あとその他余偶とかあるんです。偶で検索すると何種類か出てきます。基本は半偶です。これはこれでよかろうかと思います。で生物反比図ですから反の関係にあるものがこの黒線ですね。日英これは反ですね。水槽反ですね。地球における水槽ですから反です。水圏総圏ですね。それから月経月と光ですね。太陽の光これが反の関係。火とそれから潤いこれが反の関係にある。でこれが火の関係です。火というのはですね類推可能なんですよ。例えばこれで説明すると分かりやすいですね。水と A になってますね。水と A の関係がまあ比喩になっているんですよね。これは例えば水っていうのは光を吸うでしょう。光を吸い込んで深く行くとも暗くなって見えなくなるんですよね。そういう意味では深海というのがまさに永遠なんで近いんですよね。このことは色彩論の中で出てきます。だから水は氷から水になって、水から水蒸気になって、水蒸気が昇って雲になってというのは水の様態の変化なんで、それは類推できるんですよね。それから水の表面は明るい、それからまあ澄んだ深さがありますよね。あるところまでは見える。しかしずっと深くなっていくと影になってしまう、見えなくなってしまう。そういう、 こう類推可能なものを比喩というんです。で月と湿り気ですね、まあ、これをこういうふうに書いたんですよね。火と太陽の光熱圏と火は当然分かりますよね。まあ、氷を溶かし水を蒸発させるその光、エネルギーが火ですね。あるいは、まあ、燃える火と似てもいいですね。燃える火 の場合であれば自然発火、山火事とかがこの太陽の熱エネルギーで起きるんですよね。それを消すものが水であると。月とこの湿り気というのはね、いささか苦しいところあるんですよ。いささか苦しい。しかし月 の引力によって潮汐が起きますのでね、ここで対になってますけどね、いささか正直言うと苦しいんです。月というものとこの湿り気をね、結び合わせるのは。でこれはもうやむを得ません。こういう体系の中に自然界全部を収めてしまおうという考え方です。で自然の中にあるもの全部がきっちり入るわけではないんです。物の世界というのはおやおやという感じがするものです。それは
今量子力学とアインシュタインがもう最後まで抵抗したのが量子のエンタングルメントっていう現象ですよね。ああいうおやおやというっていうような感じがすることってあるんですよね。で月が存在することでバイエン先生非常に悩み考えたんで、その結果その比喩という範とはまた違った類推可能な関係、まあ例えば氷水雲、それからこの湿り気、空気中の湿度とかそういうものはそういうものをその類推可能な存在比喩というふうに考えたんですけど、これはこの月をどう論理的に処理するか、どの引き出しに入れるかで非常に苦しんだことから生まれてきたんですよ。そういう点ではいささか無理はあるけど月があったおかげでこの言語の体系がものすごく進化したということが言えます。ではこれで終わります。